はい、えー、これからですね、ちょっと文法についてね、えー、少しお話をしていきたいと思います。まず、この3つの文を確認していただいてですね、まあ、よく見る英文のね、一、えー、つかと思いますけれども、えーと、ここをですね、まず文型の把握を回してみましょうと、えー、言うとですね、まあ、これ一般的にはね、えー、まずカッコの1番っていうのは、えー、もちろんこう主語があって、えー、動詞があって、 そして、前置詞プラス名詞。え、これをですね、まあ、就職語句なので、前置詞プラス名詞は、M というふうになっていきますよね。で、2番の方もそうですね。え、アレックスが主語、そして B 動詞があって、グッドというふうにこう入っていくんですが、え、置詞プラス名詞は、え、M というふうになっております。 えー、そしてですね、三つ目。my father took me to the zoo. ということで、はいえー、主語は、お父さん。そして、連れ出すというふうに言っておりまして、えー、動詞ですね。そして、目的語になり、えー、前置詞プラス名詞が、えー、M と、副詞になっていきますよね。さて、ここで問題でございます。 ええとですね、これ今まで、こう、文法のね、えー、お話をしていくと、文献把握っていうのは、まあ、あの、欠かせないものだと思うんですよ。で特に、この全知識っていうところは、えー、この、まず M になるっていうね、えー、ところですよね。これは前の名詞を修飾していれば、えー、形容詞の塊。そして、前の名詞、 以外のものを、えー、就職していれば福祉になるっていうところで、今回はすべて福祉になるかなと思うんですよね。で、えー、これをじゃあ文型の把握をしましょうっていうと、えー、第一文型と言われるもの。えー、そしてですね、2番は、えー、第二文型と言われるもの、えー。そしてですね、第三文型ですね。というふうに一般的には分類されるかなと思います。 で、これは別に正しいは正しいですし、えー、ただちょっと、えー、英語の中でも、ね、やっぱりすべての英文を5種類に分けるってなかなか難しいんですよね。で、何がどう難しいのかっていうのは、便宜上分けることは正しいんですが、そして、まあ、大学入試としても、まあ、文系ではことは足りるんですけれども、実は分け方としてもう少し細かく分類されるものが 出てきます。ではですね、えー、こちら、えー、まあ見てみましょう。え四、ー、つ目。Mary ズ・ s cooking.in the kitchen と。えー、そしてですね、五つ目。五つ目は、Alex is kind. えー、そしてですね、え六、ー、個目。はい。で、えっと、じゃあ、ここを、えー、上のこの三つと、 え、下の3つをこう比べていくときに、ちょっとね、え、同じように文献の把握をまあしてみるんですが、え、まずメアリーが、え、主語、イズ・クッキング、動詞で2つね、え、2語で、進行形になってますんで、まあ、文献の把握をする際、後ろを気にするのはまあ、クックなので、クックを中心として取る。そしてですね、え、これですね、 前置詞プラス名詞、キッチンでというところで場所を表しているんで、前に名詞はないです。えー、副詞になります。で、じゃあ、カッコの5番。カッコの5番も同じ。えー、アレックスがいて、動詞は is、is そして、カインドが、保護。前置詞プラス名詞は、人に対して、えー、というところの意味合いで、えー、ここも副詞になります。前に名詞はございません。えー、そしてですね、続いて、 えー、主語があって、watch。動詞ですよね。そしてですね、the movie が目的語。そして前置詞プラス名詞 M というふうになります。で、えー、ここなんですけれども、えっ、ー、と、文型としては、それぞれ、えー、これをですね、やっぱり、第一文型と読んだり。えー、そしてですね、二つ目。えー、これを第二文型と読んだり。 えー、そしてですね、これを第三文型と呼びますよと。はい。で、えっと、まあ、高校生の皆さんだと、まあ、確かにそうだなっていうところで、まあ、別に特にこれと言ってね、えー、問題はないと思うんですけれども、ただ、これは、このそれぞれ上と下をそれぞれ比べてみて、種類が違う第一文型種類が違う第二文型種類が違う第三文型になっているっていうことが一つ言えるんですね。 で、えー、っとですね、ここで、まあちょっと何を問題に、まああの、してるのかっていうとですね、えー、こちらの、この、就職語句として、えー、活躍している、この M に関してなんですが、この M はですね、上の M と下の M っていうのは、性質が違う。これは、文字そのものの性質が違うんじゃなくて、文の中で果たす役割の性質がちょっと違うんですね。では、そこから、 じゃあこれね何がまあどう違うのかっていうとですねえー、前置詞プラス名詞などの副詞っていうのは就職語句として、えー、そしてこれは文の要素にならないというふうになってるんですけれどもえー、上のやつ3つですねこれそれぞれ下のものと比べると何が違うのかっていうと下からいきますとメアリーは料理をしているところですキッチンで。 もちろん、これは、省略ができますね。はい。副詞は、就職としてなので、省略ができます。なので、あってもなくても、これは別にいいんです。で、Alex is kind to anyone。ね。Alex は誰に対しても、優しい。Alex は優しい。文は取ります。そしてですね、えー、6個目です、えー。6個目の文は、We watched the movie at the theater。これはですね、まあ、我々は、 映画を見ていたという風うに言えるわけですよね。なので、まあ、これ自体は問題なく、それぞれ第一文系、第二文系、第三文系と言えるんですね。で、ここで問題になるのは、このカッコの1番、カッコの2番、カッコの3番のこの青でくくったところの M。えー、こちらに関してはですね、さあどうでしょうか。えー、同じようにね、省略をしてみようと、えー、考えるとですね、これ文がね、成立しないんですよね。はい、やってみましょうか。 My house is near the station. 私のお家は、えー、駅の近くにあります。駅地下ですよ。さあ、これをですね、省略なんてしてみてください。そうすると、my house is 文は成立しないんですよね。そう。これ、それぞれですね、就職語句、えー、M というね、就職語句は、それぞれ省略をしていいものと省略をしちゃいけないというものが、えー、あるんですね。 はい。で、えっと、上の3つは全部省略ができませんよっていうところですね。はい。省略をしてしまうと文が崩壊します。えー、文が成立しません。なので、Alex is good.Almost about まあ、Alex はやっぱり数学が得意だという、えー、一つのまあ熟語的な要素にはなってると思うんですけども、Alex is good. まあ、いいやつだとか、そういう意味合いではね、えー、成立するかもしれないんですけれども、 やっぱりまあ、意味としては、ちょっとやっぱ通じなくなってしまうっていうところで、何に対して誰に対していいのかっていうところなんだよね。そこがまあないと、やっぱり省略はまあ、あの、やっぱ起こらないっていうのが原則になります。ではまあ、過去の3番。my father took me to the zoo. 父親はですね、私をね、動物園に連れて行ってくれたというふうに言ってるんですね。で、これもじゃあ、省略なんかしてみてください。私の父親は私を連れ出したんだ。ね。 いや、連れ出したらいいんですけども、結局、どこにというところが重点当たっているんですよね。なので、どちらにまあ大きがあるのかっていうのをまあ考えてもらうと、私の家はここにあるということが強調されるわけですよね。なんで、えっ、ー、と、ないと文は成立しません。えー、アレックスイズグってやットマスマテックスということで、数学がというところがやっぱり大事になってくるんですよね。だから、えー、これも同じです。カッの3番。 えー、my me father took me to the zoo ということで、えー、こう入りますんで、動物園にという行き先、やっぱり連れ出したという風に言ってるんで、行き先がないとダメなんですよね。はい、ということで、これを、えー、my father took me to the zoo という風うに、まあ、なってしまうとですね、えー、これ消えてしまうと、やっぱり通じないんですよね。 はい。ということで、今回のまあテーマはね、えー、消えていい福祉と消えちゃいけない福祉っていう、まあ、2種類の、えー、福祉、えー、就職語句があるということですね。はい。で、これを、えー、一応ですね、大学とかでは一応やるんですけれども、高校生までは5分系でいいと思います。5分系でまあ処理はできるんですけれども、 えー、これはですね、やっぱりまあ日本の学者とかでもの中では、えー、とこれを第一文型の中でもまあ種類を分けていくっていうところで、第六文型とか言ったりとか、第七文型と言ったり、第,第八文型と言ったりするんだよっていうところで、マークもちょっと違くなってくるんですね。これ M じゃなくて A という表記を使っていくっていうのが一般的になってくるんですね。消えてもいいかどうかっていう判断は、その文が成り立つか成り立たないかで決まるんですね。 だから代表的な例としてはよく出てくるのがギブ型、倍型ってありますよね。えー、ギブ型、倍型。えー人、物と来る場合、えー、はそのままね、形変わらないんですが、えー物が来ての人が来る場合にはトゥーになりますよ。えー、そしてですね、 えー、倍の場合には、倍ものときて、えー、後ろに4が来ますよっていうのは、えー、これは何で決まってるのかって言ったら、そう、ここの前置詞が A、つまり消えるのか、えー、それともですね、えー、消えないのかっていうところで判断がまあ出てきます。で、倍型と言われるやつに関してはですね、えー、これは消えていいんですよ。 っていうのも、I bought the book. 私はその本を買いました。文としては成立しちゃうわけですよね。で、これはだから消えていいんですよ。でも、例えば、I gave the book って言った時に、これ消えたら困るんですよ。えー、省略はできないですよね。そう。 相手は必ず受け取ったっていうことが言えるわけで、例えば貸すとかもそうですね。私はお金を貸しました。誰に対して、こう、必ずこれ、受け取っているというところが前提で、え、あるというのが判別の方法にはなるんですけれども、そうなんですね。相手がいてなんぼっていうところなんですね。え、逆に言うと下は、え、そのままですね。え、自分一人で、まあ、その分っていうのが、まあ、成立するっていうところですね。 まあ、これでよく、えっと、じゃあ、ファインド、えぇ、人ものは、どっちと、え聞くとですね、答えは簡単ですよね。ファインドは、そのままですね、えいつもよく使ってる第三文型がありますよね。つまり、そう、I found a good job っていう風に言えるんですよ。で、誰のためにって後付けで行くんだったら、まあ、入れたらいいかな、ぐらいな話なので、ファインドは、倍型で、えぇ、4を取りますよっていう、まあ、5本になります。 まあ、こういったところも含めてね、えそう、福祉の種類も実は2つあるっていうところ、少しだけですね、頭の中に入れとくと、まあ、有益になるかなと思います。